2012年の台風のデータ。3月26日午前9時、南シナ海、パラアン島の東の海上の北緯9度5部、統計115度7部で熱帯低気圧が発生。熱帯低気圧はほとんど動くことなく29日21時に北緯9度7部、統計111度8部で台風となった。当初の中心気圧は1004ヘクトパスカル。 南シナ海を西に進んだ台風は998ヘクトパスカルまで成長し、4月1日12時頃に、ベトナムのバリアイコール分タウブ分タウ近郊に上陸。4月2日9時に、再び熱帯低気圧となり、同日21時に消滅した。5月21日3時に、北緯10度5部、東経148度5部付近で発生した熱帯低気圧が、 22日午前9時に、マリアナ諸島近海の北緯13度2部、統計144度付近で台風へと発達。当初北西に進んだ台風は975ヘクトパスカルまで成長しながら、震度を北北東に変えて、小笠原諸島に接近。日本の南の海上を東北東に進んで28日3時に、北緯29度5部、東計150度で温帯低気圧となり、 5月31日3時に消滅した。6月19日夕刻に紀伊半島に上陸、北東進して翌日太平洋に抜け、温帯低気圧に変わった。熱帯低気圧に変わった後同日に梅雨前線に吸収され、消滅。南西諸島、九州、朝鮮半島、特に北部の被害台で豪雨、雷雨。熱帯低気圧に変わった後同日に 大陸で消滅。なお、この台風のアジア名、ベセンティは、この台風限りで、使用中止となり、自順からは、ランというアジア名が使用されることになったの命名と、重複していたためである。気象庁では一旦温帯低気圧、JTWC では、トロピカルストームとしていた。複雑な動きをする台風9月21日午前3時に、 フィリピンの東のフィリピン海で台風となった。9月24日21時に日本の南の太平洋で台風となった。10月1日15時にマリアナ諸島の北緯17度50分、統計146度35分で台風となった。台風から変わった温帯低気圧は960ヘクトパスカルとなった。10月1日21時に 南シナ海の北緯17度、統計114度50分で台風となった。一旦フィリピンの西岸に接近したが、その更新路を西向きに変えて10月6日には、ベトナム南部へ上陸した後、カンボジアまで進んで、日本時間の6日21時に熱帯低気圧となった。10月7日21時に、フィリピンの東の北緯17度50分。 東京136度35分で台風となった。沖縄の南の海上で迷走した後、日本列島の南の海上を東に進み、19日21時に温帯低気圧となった。10月14日21時にマリアナ諸島の北の北緯17度55分、東京143度05分で台風となった。16日夜に小笠原諸島に接近した後、 震度を東寄りに変えて、日本列島から離れて19日午前9時に温帯低気圧になった。10月24日3時に、ミンダノ島の東の北位8度50分、統計127度30分で台風となった。フィリピンを北西に縦断して、南シナ海を北上。10月28日に、ベトナムのハイホン付近から上陸した後、 10月29日15時に河南地方で熱帯低気圧になった。11月27日9時30分にマーシャル諸島の北緯4度で台風となった。フィリピン民団の音を横断して大きな被害を出し、12月9日に南シナ海で熱帯低気圧になった。12月25日9時にフィリピンの東の北緯10度5分。 統計128度50分で台風となった。熱帯低気圧番号がない場合も、熱帯低気圧前段階の低気圧番号がある、ものは掲載。また、気象庁は台風への発達が予想される、熱帯低気圧には、熱帯低気圧 A のようにアルファベットを付与する。なお、立春以前に低圧部番号 91W が、熱帯低気圧に発達した。ありがとうございます。